ディオ・ジェーヌ・マイアールは、フランスの画家である、オワーズ県のラショセデュイコール・ボワイ・コール・デキュの農家に生まれた。パリの帝国デザイン学校、エコール・イン・パーリ・デ・デッサン、後の国立高等装飾美術学校で教育を受けた後、国立高等美術学校のレオン・コーニエの教室で学んだ。1864年、23歳で、有望な学生に送られる。 ローマ賞を受賞し、ローマに留学した。1869年に帰国し、国立オブラン製造所の絵画の教授を務めた。この職を、マイヤールは50年間続けた。マイヤールに学んだ学生には、マクシミリアン・デュスラがいる。サロンド・パリへの出展を、生涯続けた。1870年代になってフランス第三共和制のもとで、 公共施設の装飾画の仕事をするようになり、サントーギュスタン教会や、ボンマルシェ百貨店の壁画などを描いた。プロイセンの貴族で富豪のグイド・ヘンケル・フォンド・ナース・マルクの依頼で、ノイデック城の装飾画を描いたが、ノイデック城は第二次世界大戦で破壊された。オワーズ県のボーベンの視聴者に描いた作品も第二次大戦で失われた。著作家として、 ビサンチン美術に関する著作や二巻の美術史の著作がある。1885年にレジオンドヌール勲章を受勲した。ありがとうございます。